2004年から2005年海外展開。トランスフォーマーズ・ユニバースはトランスフォーマーシリーズの欧米での玩具展開。現在は限定品などのブランドとなっている。日本におけるロボットマスターズに近い企画。玩具には設定がないものが多く、公式ファンクラブボットコーン限定コミックなどでストーリーが補足されている。ビースト・マシンズでの不調後、欧米では 日本オリジナル作品として制作されたカーロボットロボッツインディスガイズを輸入し人気を回復した。そのため商品数を補うべく塗装変更品やマシーンズ G-2 機に販売された玩具の仕様変更品が数多く販売された。これが好評だったことからマイクロン伝説アルマダ開始とともに本シリーズが立ち上げられた。世界観はマシーンズごとされている。 日本展開のギャラクシーホースに習った対決セットやマイクロン伝説に登場したトランスフォーマーとマイクロンの塗装変更品のセット販売等も行われている。ボットコンは一時期運営スタッフが入れ替わり、オットフックと解消していた。この時期のスタッフにより以下のストーリーが描かれた。2004年に運営母体がハズブロからのライセンスを失ったことで打ち切りとなった。 ユニバースシリーズの4号の後、レッカーズシリーズと合流し話がまとまる予定だった。限定コミックタカラトミーの公式サイトによると、この戦いはトランスフォーマー・スーパー・リンクの戦いで一度に一つの次元にしか存在できないユニクロンが滅び巨大なブラックホールと化した影響であっけない集結を迎えてしまう。声優ドラマその他コミックすべて本でもいいホビーで限定発売。 該当商品の日本名は日本で販売された際のもの。スワーブまでは日本でもいいホビーで限定発売。玩具として発売予定があったが発売されなかったものを含む。2008年からのトランスフォーマーズクラシックスの継続ライン。日本では変形、変形、トランスフォーマー、または USA エディションとして発売されている。 同じ名前を持つ者にマーベルコミックから出された設定集がある。1986年に全4巻が出版された。マーベル社の他のヒーローの設定集が出版されており、ファンからのトランスフォーマーで元の要請に応えたもの。87、88年に登場したキャラクターはコミック47から79号の巻末に載る形となった。 こうした設定を紹介するコンセプトは2002年に復活ドリームウェーブプロダクションズ社版コミックで新たなキャラクターデザインと共に載せられた。ありがとうございます。